本人です。北海道生まれです。昭和45年、1970年8月18日生まれです。40歳になったばかりです。ジュース連盟の会長です。日本酒徒協会の会長にもなりました。それぐらいです。実績なんか何にもないですね。運だけで来ました。あ、分かりました。ちょっと真面目に言います。実績は何もないですね。シュート第3代かな、ウェルター級チャンピオンです、ね。ラジアンジュースはパンナレイカン優勝が2、3回くらいですね。ブラジルではブラジル選手権ブラジレイロっていうのがあるんですけど、そこで銅メダルを取ったことがあります。世界選手権はベスト8で、まあ、最高位なので、まあ、認識して言うと5位。認識した言い方にすると、誇張した言い方すると5位。人間はね、あんまり大きいこと言わないんですよ。そういう民族なんです。マーシャルアーツで、この UK スモーなんですけど、格闘技を、の道場を作るにあたって、97年に作ったんですけど、要はまさしくインターネット時代に突入する時節で、まあ、これなんていうんですかね、結構人と人との生のつながりがなくなったりとかっていうのが結構危惧されてきたっていう論評が結構ありまして、まあ、今どうなってるのかもう状況を見れば分かると思うんですけど、まあ、それに対して、まあ、格闘技は本当に生身というか、こういうライブなものしか残らないと思っているところがあって、まあ、それで道場を僕は正業に選んだわけですけど、自分の考える格闘技はもちろんスポーツだったりいろいろあるんですけど、まあ、コミュニケーション、まあ、これをいろんな人が社交場って言ったりとかいろんな言い方すると思うんですけど、自分はもちろん国も超えるし、ね、今日みたいにいろんな国の人が来てくれたりとか、もちろんいろんな生まれのところ、ね、もう肌の色が違うとかそういったものも全部超えられると思うので、まあ結局喋らなくても友達になったりすることができたりする稀有な文化だと思ってるので、まあ自分はそれをマーシャルコミュニケーションというのはキャッチフレーズ、まあ日本語で何ていうか分かりませんけど、キャッチフレーズとしてやることにしました。だから、まあ、まあもう一つ実を言うと、やっぱり道場っていうとすごく厳しい場所っていうイメージがあるんですね、日本の武道とかのイメージで。でそうなんですけど、僕はもっと一般に広めたかったっていうのはあるので、こういうのを使うとイメージしてくれるんじゃないかと思ってやったという。彼のペースにならないようにしようと思ったんですけど、まあ、そう思ってる時点で、まあ、やられてたんじゃないかなと思いますけど、やっぱりすごく経験を積まれていまして、やっぱりその彼のキャリアを感じるような感じでしたね、形でしたね。まあ、となっては、まあ、自分はすごく若かったですし、まあ、どうにもならなかったなというのが残りますけど、
まあこの日はなんか結構全体的にはすごく楽しい一日だったので、そのことですね、すごく印象に残ってます。やっぱりすごく上手でした。その選手はうまかったです。みたいにヒクソンに影響を受けて始めたのかというと実はちょっと違うんですよ。でここから結局ちゃんと大会に出だすのは96年の武道館が95年の4月なんですね。それで呪術のトーナメントに出るのが96年の秋なんですよ。1年半僕はいろんな別の活動をしていたわけですね。だから結局まあまだMMA をやりたいという気持ちが強かったので、いろいろ治療法、目とかの治療法を探しながら、いろいろ裏方の仕事をやることが多くなっていて、でも、呪術をやったらいいんじゃないかとよく言われたんですけど、絶対嫌だって言ってました。それで、それからさらに、96年の夏に、朝日さんがホイラーアグレッシブに負けたのを見て、なんかそれで人にそこでようやく決意したようなんですけど、ジュースの選手にじゃあジュースで勝てばいいんじゃないと、僕が強くなればじゃあ見て僕と練習すればいいレベルアップすればいいんだねということで、まあ、自分の結局 MMA の復帰のは難しいということですね。完治しないということだったので、まあ、そこまで決意するまでに1年以上かかったんですね。ただその前に、まあ、あのジャンジャック・マシャドさんとかとやらせてもらったりしてるんですけどね、あの時も、うん、まあ、結局それをずっとやっていこうという気持ちでやったわけじゃなくて、顔見せするだけだったっていうのが本当のところですし、まあそんな感じです。でジュースに、まあ、ブラジルジュースにの選手に充実ルールで勝っていくような選手になろうと、もっと僕は柔道だったし、だから最初はなんていうかそういう挑戦するみたいな感じだったんですね。柔術を習ってるという意識もあまりなかった。まあ習ってたんですけど、実際は遠征の上で習ってたんですけど、そこからまあやっていくうちに今では人は柔術からというふうに言ってくれていますけど、まあ実のところはそういう始まりだったんですね。まあ、できることを貪欲にどんどんやってもらいたいですね。自分の弱点を もちろん得意の基本的には得意なものを伸ばして弱点を埋めていくということですけど、弱点というのももちろん技術的なことだけじゃなくて、心技体の全面から見てもらえるように、まあ自分のもちろん生徒じゃない人もたくさんいるわけなので、立ち入ったことは言えるあれではないんですけど、弱点をちゃんと 見つめて、伸ばしていってもらいたいなと思いますね。で、まあこれはアドバイスにはなってないんですけど、やっぱり日本人は結構そうですね、割と裕福でというか、あんまり生活に困ってないというところがあって、少し島国だし、あまり外に出て勝っていくということを元来あまりしてない、そういう思考がないというか、なのでやっぱり野望を持った選手が一人でも出てくれるとシーンは変わるんじゃないかなと思います。決してラジオ人でも、まあ、決して弱い国じゃないと思うんですけど、テクニックなんかすごくあると思うんですけど、もっともっと上に行ってやろうっていう、もう選手が出てくることを期待したいと思います。島国なんで、いろんなもの入ってくるんですけど、独自な文化にしてしまうところがあると思うんですね。多分最初は
格闘技なんかも多分中国とかあっちの方のものが入ってるんだと思うんですけど、やっぱり日本だけのもの、例えばまあ一つ例を挙げると、例えばグラウンドのね下からの攻めなんて多分フォール負けがあったら根付かないものじゃないですか。やっぱり独自なものだと思うし、下から攻めて捕まえて決めちゃうなんて多分おそらく日本の発明だと思うんですよ。世界的に例があまりほとんどないので、類例がないので、それはそこが面白いところだと思います。多分まあ何らかの西洋のものだったり東洋のものが流れてきたりいろいろ入ってくるんですけど、もってちょっと独自なものを作っちゃう人たちだと思っているんですね。だから格闘技も一種日本のだけ独特だったんですよ。それを今一度日本人はちょっと誇りに思った方がいいと思うし、この道着作ったのも日本人じゃないですか。やっぱこういうのも文化としてはどんどん世界に広まってるんですけど、その分これが日本がルーツだっていうことをあんまり知らない人も出てきてるかもしれないので、日本人の中にもそういう誇りみたいなのを取り戻してもらいたいなと思ってます。自身をどう作り上げていくか、磨き上げていくかというのが一番大事だと思いますね。結局、まあ、いろんな、どんな考えを持っていくのか、どんな考えの方になっていくのか、どんな技術を習っていくのかとか、どういうふうに鍛え方をしていくのか、全部実は決まってるようで決まってないんですけど、その人のきっと多分僕はその人はなんかもうこういう風になってるのが一番いいっていう形がきっと見つかるまではいろいろ取り入れて、その人の形を探っていってるだけだと思うんですね。最後に多分その人の感想を探っていったらその人の形ができていたっていうものじゃないかと思うんですね。だからいろいろ僕はいろんなヒントを生徒とか周りの人に与えることはできるんですけど、結局その人の形に合ったものを作り変えられていくだけだと思うので、基本を大事に教えていきますけど、まあその人のスタイルを見つけてもらいたい、そしてまあその人の人生を良くしていきたいというのが最後には究極の願いです。選手として強くなるとか、もちろんそれも一つ大事だと思いますが、その人はぜひ格闘技を通じてより良い人生を送ってもらえるように手伝いたいというのが僕が一番考えているんですね。うん、それが一番大事かな。はい。